アリレレ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 アリーベデルチ。こんにちは、松山舞香です。イエイ。はい、ということでですねやばいです、めちゃくちゃ興奮してます。私あのジョジョの奇妙な冒険 の, あの第5部のウエハースの2が出たということで買いに行ってきました。私、21個買ってきました。なんか本当は箱買いしたかったんだけど予約するの忘れちゃって、しかもあの箱が売ってなかったということで、コンビニを巡ってできるだけ確保してきましたので21個開けていきたいと思います。あのここにいるのはゴブのキャラクターとロハンちゃんとジョスケがいます。で私のゴブキャラの推しがジョルノとブチャラティなので、まぜひこの2人には出ていただきたいということで推しを引けたらいいなと思っております。あーもうロハちゃんめっちゃ落ちちゃうねえ。狙うのは SP カードのジョルノ・ジョバーナ、クリード・ミスタとブルーノ・ブチャラティ、レオネア・バッキオが欲しいなというこの2人組のやつをちょっと狙っていきたいと思います。早速いきますか。早速開けていきたいと思います。これめちゃくちゃいいよね、この書き下ろし、書き下ろしだよねこれ。このウェハースカード毎回思うけどさ、これを捨てるのももったいないよね。はい、ということで一発目いきたいと思います。チャラーン、あ、ナランチャ、これはストーリーカードだね多分ね。ボラーレビアってことだ、かっこいい。ちょっとお腹空いたので1枚いただきます。うまい、うまい、うまい、うまっ。なんか最近すごく思うんですけど、ウェハースも発売したし、あとジョジョワールドも開催してるし、あの声優さんたちの配信もやってるじゃないですか。なんかもうそろそろ6部が来る気がしてます、勝手に。そろそろ6部ですよね。動くジョリン早く見たい。2枚目は誰でしょうか。ステーン、いや、ポルポ。いや、ポルポね。わかるよ。うん。いや、めっちゃ楽しいな、やっぱりウェハース、ウェハースをね、開封するのって。いきます。チュン！あー、好き！え、めっちゃ嬉しい。よかったー。出た。このブチャラティとアバッキオの組み合わせね。最高ですよ。めっちゃ嬉しい。よかった、出て。狙ってたカードが出るとこんなに嬉しいのだったね。じゃあ、どんどんいきます。てん！なるほどね。これ誰だっけ？名前が書いてなくない？これ、ウォーウォー。これ、ジョルノとブチャラティを追い詰めた敵ですよね。いやー、これの敵も結構変わった敵だったな。っていうか本当にブジョは敵キャラがめちゃくちゃ魅力的だなって思います。なんかこのウェハースでは出てこないんだけど、うん、あの初期の敵、これじゃババーアリーベデルチ、好き好きだよ、ブジャラティ好き。いや嬉しい。あ、どんどん行きましょう。チャラン、いやドッピオ、トゥルルルルルルっていうドッピオね。いやドッピオは、うん、好きだよ。好きっていうか、うん、なんかビジュアルは結構好きだけどね。はい、いきます。テレン、あ、 SP カード出た。イエー、ナランチャとフーゴ最高だわ。この組み合わせ最高だ。このまま SP カードいっぱい出ないかな。出ることを祈って切り続けます。じゃらん、アバキオ、ね、裏もねちゃんとかっこいいんだよね。裏はスタンドが書いてあるんだけど、アバキオ出た、好き、嬉しい。いきます。え、これ誰だっけ。え、こんなやついたっけ。あ、はい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 、最後ら辺に出てきたやつだ。全部石像にしちゃうやつね。石像であってんのかな、彫刻家だから。そうだよね。お、でも今のところ全部被ってない。いいぞ、この調子だぞ。
いきます。いや最高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 ということでですね、うわよかった、めっちゃ嬉しい。なんか前回もね、前回のウエハース1位の時もね、ジョルノがちゃんと出たんだよね。いやジョルノテンション上がるな、めっちゃ嬉しい。この感じでいきます。いや癖強いな、やっぱり癖強いわこの2人組は。いきます、じゃらん。また SP カード出た、うわ嬉しい嬉しいね。これディアボロとドッピオの、えもう SP カード3枚揃ったよ。あと2枚出ないかな。あのブチャラティとミスター絶対欲しい。あブチャラティじゃないや、ジョルノとミスター絶対欲しい。いきます、ティン。これ似てない、このオレンジの人髪の毛。どんどん行こうどんどん行こう。いきます、かわいいトリッシュ。いや嬉しいね、ゴブの女の子キャラトリッシュちゃんはめちゃくちゃかわいいっすね。いきます、ブチャラティー、ブチャラティー、ブチャラティーが出ました。え最高じゃない、ちょっと引き最高だと思うんだが、えだって、え欲しいカードもうすでに2枚揃った。トゥキートゥキー、いやもうすごく嬉しいなこれな。いきます、ちゃっ、ナランちゃん、え今のとこ1個も被ってない。しかもさこれ繋がるやつ、あ繋がるやつではないみたい。嬉しい。はい、いきます、ポルナレフが出た、嬉しい。普通にね、この義足のポルナレフさん、最初さもうポルナレフ出てきた時、えポルナレフ出てくるんだゴブまでとか思って、そうびっくりしたんだよね、生きてたんだとか思ってさ。いきます、あこいつこいついたわ、あの飛行機の中のやつだよね、なんかめちゃくちゃトリッシュとバトってた人だよね、あのスタンドだけで。あーはい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 、なるほどね。ね待ってよ、ジョルノとミスターめっちゃ欲しいけどあと3個だ。いきます、あなんてこったフーゴー、なんてこったフーゴー、ねフーゴですか。いや嬉しいんだけどさ、お願いだからあの SP カード欲しい、お願い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 、ダブったいやちょっと待って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 、本当にミスターとジョルノだけはマジで欲しいんだよな、また買わなきゃ。これにかける、これにかけます。おめでとう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 。おめでとう。え、出たんだけど。待って。ねえ、え。ありがとう。あ、もう神様ありがとう。マジか。え、出ると思わなかった。すごい !1W だけ。しかも SP カード4枚出た。あれ ?1 枚誰なんだろうと。あ、プロシュートとピッシか。まあ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 。え、わー、もう最高の引きです。ちょっと引きかみった。でも特にこの2枚めちゃくちゃ嬉しい。狙ってたやつ全部出たよ。この4枚狙ってたので、うわ全部出た、嬉しすぎるでー。でこのね2枚の裏もねスタンドめっちゃかっこいいんだよね。しかもこれ書き下ろしで SP、 最高なんだが。
あ、もう最高です。じゃあ綺麗に並べていきたいと思います。マジで本当に嬉しいんだけど。マジか。もう最後の1個マジで神だったねって思ったんだが。はい、並べました。ちょっと、はい、こんな感じです。こんな感じで、ここマジで神だよね。めっちゃ嬉しい。いや最高だな、おい、最高だね。いやー、めちゃくちゃ最高な引きでした。本当に心の底からありがとう、ありがとう。ということでウェアハウス開封終了になります。ね、前回のねウェハース1のやつはこんな感じ。これもね結構ね良かったんだよね。いやマジ敵チームかっこいいな本当に。こんな感じでした。今回もめちゃくちゃ嬉しい結果になりましたっていうことでですね。ではここまで見たくなる、ここまで見てくださった方々ありがとうございました。とても幸せな結果に終わりました。はい、ではまた次の動画で。さよなら。アリーベデルチ。